日の18回戦、松葉と西勇輝の先発、松葉の立ち上がり、まあ、この3連戦2日間とも近本が出塁して中野が送ってという流れで、これが3試合とも加納さん続いてね、今日も期待されたんですけれども、はい、そうですね、まあ、そのあたりの流れを踏まえて森下はちょっと歩かせたような感じでね、はい、勝負を下げたドラゴンズバッテリー、佐藤はダブルプレーと、今日は初回の得点はなりませんでした。西勇輝初回三者凡退で立ち上がって、で2回、まあ、細川は西に対して大変相性がいいというところで、甘いボールを仕留めた13号ソロホームラン、ドラゴンズ先制。ただすぐに追いつきます。こちらも大山の8号ソロホームラン。滞空時間の長いアーチストらしい一発でした。1対1。ただ西と松葉ともにバファローズで育って同学年というところでね、共通項も多い中で、はい、2人の投げ合いはなんか円熟味がたくさん溢れてました。そうですね、3回は大島のレフトフライでリュークが積極的にホームを狙うんですがタッチアウト。まあ、3投の後のねこのプレーだっただけ。そうですね、はい、まあ、リュークの積極性でした。でゲーム動かずしのぎ合い、6回継投に出たドラゴンズは岩崎連投になります。佐藤輝明がレフトオーバーツーベース、ノーアウト一三塁で野口の打順で代打前川。背番号58。これも 3-2 からでしたけれども 3-2 までの過程も素晴らしかったですね。そうですね、本当にしっかりフォークボールを見逃して最後甘く入ったフォークを打てたってところですよね、はい、これで勝ち越しをしますタイガース。で7回から継投のタイガース、まあ、1点差を守りに行こうと切り式を投入するんですが、フォアボール、デッドボールなどで大ピンチで代打田中を送った立浪監督、まあ、ピンチバンター難しいというのが出ました。で中田翔もダブルプレー、代打2人送ったドラゴンズだったんですよね、うん、切り式冷静でした。冷静でしたね、本当にね、うん、ですると流れがもう一度やってきます。中野フォアボール、森下ヒットで佐藤の打球、田中トンネル、記録は佐藤のセカンドゴロの間に1点追加と、うん、打点もつきました。で2点差3対1で9回タイガース逃げ切りを図るんですが、岩崎、まあ、田中はバント失敗エラー、ちょっとこの打席を、ね、やり返そうという気持ち入ってましたもんね、気迫を感じました。3対2で昨日おとといなかなかチャンスで主砲の役割できなかった中田翔、意地を見せました。意地見せました ね、これね、いい素晴らしいヒットでしたね。3対3でなおももう岩崎は40球を超えるぐらい球数がかかってかなり苦しかった、うん、ただタイガースファンのこうした、ね、拍手ですとか、これも多分後押しになったと思うんですけど、いやだいぶ後押しになったと思いますよ、ね、はい、ワンアウト満塁から2人打ち取ってなんとか追い越されずにイニングを完了させました。で9回松山を攻めたタイガース、満塁のチャンス作ったんですが大山ショートゴロ、さよならならず延長戦突入。11回ライデル・マルティネス投入して近本ヒット、中野バント、森下初球サード頭上を越えて近本ホームイン。ですから加納さん、昨日おとといみたいな初球の攻撃、はい、初回の攻撃、はい、近本出て中野送って森下返す、うん、これですね。いや本当になんか初回の攻撃を見たような感じですし、はい、いや森下